ケビン・キルバームは元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。左サイドバック。イギリス出身だが、アイルランド代表としてプレーしている。代表キャップ数は110を数え、正ブ分、ロビーキーインに次ぐ3番目に多い。プレストンで生まれたキルバームは、彼の地元クラブのプレストンノースエンド FC のユースチームで育った後、同クラブでデビューした。 1997年に100万ポンドでウエストブロムウィッチアルビオン FC に移籍した。ウエストブロムウィッチアルビオン FC 史上移籍金が100万ポンド以上となったのは初めてのことだった。1999年12月にピーターリード率いるサンダーランド AFC に250万ポンドで移籍した。サウサンプトン FC 戦でデビューし決勝点となる ケビン・フィリップスをアシストした。ところが、この勝利以降、チームは2000年3月まで勝利できなかったため、このスランプの期間は、キルバーンの呪いとして知られている。2003から04シーズンの夏の移籍期限の、最終日、100万ポンド以下で、エバートン FC に移籍した。エバートン FC では、左サイドバック、セントラルミッドフィルダー、セカンドトップ、 左ウィングといった多くのポジションをこなした。2006年8月には200万ポンド3年契約で、ウィガンアスレティック FC に移籍した。2007年3月15日のトッテナムホットスパー FC 戦で移籍後の初ゴールを記録した。2004年10月以来の得点であった。ウィガンではマイノルフィゲロアの加入により、 出場機会が限られていたため、2009年1月に2年半契約で、ハルシティ AFC に移籍した。2011年1月、当時フットボールリーグ1に所属していた、ハダースフィールドタウン FC に、シーズン終了までの期限付きで移籍した。キルバーンの加入後、チームは26試合連続無敗記録を飾った。2011年8月に、春からの半年間のローン移籍で、 ダービーカウンティ FC に移籍した。10試合に出場し1ゴールという記録だったが、半年のローン期間を全うする前の2011年12月にレンタルバックされた。2012年7月、キルバーンはコベントリーシティ FC と単年契約を結んだ。8月16日には2012から13シーズンのキャプテンに任命された。 10月24日のブレントフォード FC 戦に途中出場した。これが12月8日に引退を表明した、キルバーンの現役最後の試合となった。アイルランド代表では、左ウィングのほか、2004年からは、セントラルミッドフィルダーもこなしていた。ありがとうございます。